私の学生時代からの親友がいるんですけどね。で、大阪の郊外に彼住んでましてね。まあ、あの大阪の人はすぐ分かりますよ。有名なあの宗教団体があって、その塔がこうありますからね。で、彼はね、その近くのゴルフ場よく行くわけだ。そこでたまたま親しくなった人間がいるんですが、彼が話してくれたんですよ。これ面白いよって言うんですよね。というのは、その人はね、まあ狭いマンション住んでたらしいんですよ。で、たまたまうまい具合に今度は広いとこ越したんで、おい、今度さ、俺のとこ広くなったからみんな遊び来ねえかって言った。まあ一人もんですから気が楽ですよね。そうしましたらね、3人ぐらい友人が酒持ったり菓子持ったりしてやってきたんですよ。なんてことなく窓を開けてみんなでもって酒飲んでた。あれこれ話してる。なんだかしない楽しい。で、そうこうしてたらばね、一人が、お前ここついまれたな、カラスをかねえかって言って、うん、カラスをいいなと。いや、時々さ、ベランダに降りてくんだよ、カラスがって。やだね、それ。言ったんですよ。なんでカラスもいいんだろう。で、そしてが、お前これガタガタ言ってんの、あれ、窓が開いたら、ああ、音がするよな。ちょうどこれ角だからさ、ガタガタ落とすんだろうな。その彼の部屋ってのは3階なんですよね。で、結構風が強い。なんて話をしてた。で、みんなでやってるうちにそのうち疲れてくるもんだから、壁に転がったりね、寄りかかったりするやつが出てくるわけだ。みんないい加減。止まって気があったもんだから、みんな別に焦ってはしないんでね、いいやーってね、コロンコロン、いや、飲んでた。夜になっちゃったんですよね。で、みんなその場でもってコロンコロンしたまんま寝始めちゃったんですよ。と、一人がトイレへ立ったんだな。で、みんなで、まあ変わらずコロンコロンやんながら喋ったらば、そのトイレ行った人間がパッと口開けてね、おい、俺今変なもん見ちゃった。何見たの？あのさ、隣じゃないだろ、フローリングの部屋のところ、うん、ベランダあるじゃないか、うん、トイレの帰りにさ、何気なく取り掛かったんでガラスの向こうの景色見ようとってひょいっと近づいたんだよな、うん、そしたらさ、あのベランダの手すりがあるだろ、あの山になってるな、あの柵のさ、一番下のとこ、あの柵の棒と棒の間からな、男がぐーっとな、柵掴んでじーっとこっち見てるんだよ。嘘だよお前、これ3階だぞ、なんとか足場なんかねえよ。だから見てるんだよこっち、じーっと嫌な顔してるんだ、気持ち悪いんだよ、俺今目が合っちゃった、なんだあれ。初めみんな気にしなかったんだけど、彼があんまり本気で言うもんだから、じゃあ行ってみようか。で、みんな行ってみた。どこどこ、ガラガラって開けた。誰もいない。俺見る、誰もいないじゃなくて、いやいや、いたんだよ、俺今入ってきた時にさ、そこで見たんだから。へえって話して、さほどみんな気にもしないで、その人は寝ちゃったんですね。次の日の朝、おい、おい、ちょっと来てくれよ、おい、叫んでる。それは昨日顔を見たって、その男が叫んでるわけですよ。みんながなんだよって言ってみたらば、ベランダに立ってな、ほらほら、ちょっとこれ見てみな。何と、これ、彼が指さしてるその先なんですが、ベランダの手すりがありますよね。全部こう削除になってますよね。その一番下のところ、端はこうコンクリート盛り上がってますかね。そこにね、500円玉ぐらいのなんか塊があって、長い髪の毛が何本もついてるんだ。おい、これ何だと思う？何これ、なんかの生き物だよな、って言ったら一人が、それお前人間の頭の顔じゃない？え、だろ、それ髪の毛じゃないの？って言って、おい、要するに気持ち悪いな、で話になったんで、ちょっと聞いてみようかって話だった。で、誰か適当に探していこうかなんて言って、玄関出たらば、たまたま同じ階の、その奥さんって人が向こうから来たんでね、すいません、奥さんって聞いたらば、ここのマンションで何かあったかって、そうね、ああ、あの事件ありましたよって言うの。何があったんですって聞いたら、あのね、そうだな、あなた越してくる2、3ヶ月前かしらね、7階からね、男の人がね、飛び降りてたんだって。へえ。で、もちろん即死って言ったらそうだ。あ、そうですか、どうもありがとうございました。その時一人が、おい、それだよ。それに違いないよ。何が、いいわ。7階から飛び降りるだろう。こう風強いじゃないか。何かの加減でもって頭下になるよな。で、スーッと来て、これ角部屋だろ、ベランダ出てんじゃないか。あそこにガーン頭ぶつけたんじゃないかな、それで弾かれて落っこってしたら死んだんじゃないかな、遺書があるからみんな自殺っていうことで片付けてあるけどさ、厳密に言うと、だからその男っていうのは地面に叩きつけられて死んだんじゃなくて、地面に落ちる前にここのベランダにぶつかって死んでるんだよな。
ということはさ、その男が最後に見た景色っていうのが、お前この部屋の中なんだよって言ったって言うんですよね。